はい、こんばんは。中3英語ですね。今日から全校にテキスト入っていきました。まあ、そこで今日はね、まあ、動詞、助動詞という括りの中でのね、題文の16に関しまして、まあ、今一度確認してみようというようなところでございました。はい、ではね、まずは、まあ、とにかくこの空欄にね、何が入るかっていうことですよね。まあ、4つほどね、言葉としては出てるんだけれども、その中のどれが入ってくるんだろうねっていうことですね。はい、じゃあ参りましょう。I, なんちゃら in Japan for three years. はい、when I was a child ということですね。で、まあ、リブドだの、ハブリブドだのってことだから、まあ、住むっていうことだから、まあ、日本にまあ、3年間、まあ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 っていうような感じですよね。さあ、そこで、例えば、for three years とかね、for とか since 使った、現在完了点があったぞってことでね、have has plus 過去分詞、have lived 入れてみようかなと思ってね、I have lived in Japan for three years と思ったら、ちょっとね、違うんです。これね、その後にさらに when I was a child、私が子供の頃、子供だった時というふうに言ってるんですね。はい、ですので、現在完了っていうのは、まあね、その過去に始まった動作が今もずっと続いてるよっていうようなのを表していくわけなんですが、これ文章全体、とりあえずね、過去形になっちゃってるんですよね。はい、ですので、まあ、when 以下が例えばなかったとしたらですよ、なかったとしたらもしかしたらこれは have lived ということでね、現在完了っていう可能性もあったかもしれないんですが、ここの過去の文章がね入ってきてしまってるので、はい、ここでは単純に lived ということで過去形にしてあげようということなんだね。はい、私はね、子供の頃ね、3年間日本に住んでいましたということで過去形だった、過去を表すような言葉でしたということでした。はい、次です。When you go to the supermarket with me now. ね。今私と一緒にスーパーマーケットに行くで、are you, must you, can you, have you ということになっていくわけなんだね。さあ、そうすると、まあ、例えばもう go っていう一般動詞を使ってますので、もう be 動詞が入ってくる余地はなさそうですね。そうすると、例えば must とか can とかっていうような助動詞が入ってくるのかなっていうことになります。はい、で、何言うっていうことになりますとですね、はい、ここは can を入れてあげましょうか。はい、can you なんていうことでね、はい、何々してくれませんかね、くれませんかなんていうことで、人に何かお願いをしたりするときの言い方でした。ですから、今ね、私と一緒にスーパーマーケットにね、行ってくれませんかなんていうようなのが、はい、この can を入れることで表現できたということになりました。There are a library in this town ですね。疑問文で、はい、もう、there 来てます。もう、there が来てますわね。はい、there is, there are ですよね。はい、これで、どこどこに、何々が、はい、あるとか、いるとかですね。はい、ですので、ここではね、はい、まあ、後に続く名詞が単数か複数かで、is にするか、are にするかが変わったわけですよね。はい、ですので、今回、there, なんちゃら、are library ですよね。はい、ということで、are なんちゃらってことで単数が続いてます。っていうことは、はい、見直し、ここでは、is there ということで、is を入れてあげればいいのかな、ということになったわけだね。はい、そして everything is ready ね、もうすべてがもう整ったというね、準備ができました、今できてますよということですね。はい、だから so you 何 have to bring anything ということですね。have to なんていうんだ、ほら、しなければならないイコール must の表現があったわけなんだけれども、はい、ここではな、aren't だ、can だ、don't だ、should だなんていうことでね、どれを入れてくださいませよっていうことになってるわけだね。そうすると、もうすべて準備は、もう準備万端整ってるぜ。だからあなたはね、何ももう持ってくる必要はありませんということで、はい、ここで don't を入れてあげようかということですね。はい、don't have to で何々する必要がない。ね、必要がない。ね、なんていうことでしたね。必要がないね。というようなことで、ちょっと決まったね、役になるのが don't have to ということでしたね。ということでした。ということで、まあ一部というか、ね、まあほんのこれだけではあるんですけどね、やっぱりなかなか入試問題ということになってきますと、まあちょっとね、難しいなと思うところも出てくるかなということでございました。まあ少しずつやっていきましょうよ。ね、では、こんなところです。